はい、シューチャンネルのシューです。またね、市民農園の撮影になってます。前回動画アップしたんですけど、そのね、市民農園が大きな区画で4つぐらい分かれてて、1回じゃとてもね、見て回れないんで、何回かに分けてお送りしてます。4本ぐらい動画上げるかもしれません。はい、で、まあ、前回の続きということで、こちら別の区画になります。こちらもね、また10月の、ね、半ばとか11月には撮影しますんで、また違ったね、映像にはなると思うんですけど、おいおいね、皆さん植えられて準備されてたりもするんで、非常に参考になります。こちら目の前映ってるのはね、人参っぽいんですけど、ちょっと見えてるのが色がついてるんで、黒人参とかその類かもしれませんね。はい。あとブロッコリーはやっぱり植えてる率高いですね。まあこの時期ぶっちゃけね、植える種類っていうのが、白菜、キャベツ、ブロッコリー、あと豆とかぐらいですかね。まあね、夏の菜園ほどね、派手ではないんですけど、簡単に食せるね、野菜が非常に多いです。しかし、ここの畝のね、立て方はみんな高畝で、習われてるのか、指導の方がいるのかね、ご自分で考えられてるのか、いろいろ、よう分からんですかってね。あとね、こうやって、これは熱で消毒してるのかな。まあ、こうやって見るとね、ちょっとね、まだ西日が当たりますけど、直巻きを、ケースの上からしてから苗を育ててる方もいらっしゃりとか、いらっしゃったりしてね、おります。あと全般ね、今時期は青虫とかやっぱりつきやすいんでね、あの皆さん、不眠符っていうのかな、かぶせて、防除しておりますね。あ、ここなんかいいですよ。今ね、目の前見えるのは、レタスとかかな。あと、なんだろうか、これは。ようわからんけど、美味しそうな野菜が、繁茂しております。あ、ありました、ありました。空心菜ですね。空心菜、まだ続いておりますね。うちはプランターに植えてね、収穫で楽しんでるんですけど、今、アップします。これ、空心菜です。地植えするとこんな感じでね、あの脇芽からどん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 切ったところからまた2本3本増えてくるんで、これぐらいね、繁茂するんですよ。ですからね、夏のね、野菜不足の時に非常に優秀な野菜なんでね、味の方はね、独特、まあ、癖はありますけど、嫌な癖じゃないんでね、皆さんぜひね、機会があれば育ててみてください。美味しいですよ。はい。あとは、もろもろね、あんどん立てられてる中には、ブロッコリー、芽キャベツの方が入ってたりとか、これですね、ここなんか何でしょう。私ね、葉物野菜弱いんですよね、あんま育てることないんで、まあ、こうやって直巻きしてね、育ててますけど、なんだろうか。ほうれん草は多いですね。これ目の前でもほうれん草ですわ。はい。まあね、葉物野菜ね、最近思うんですけどね、いろいろ掛け合わせてるでしょう。掛け合わせてるからね、何が何だか分かんないのも出来上がってるんですよね。まあみんな目新しいの好きですからね。ネギのね、植えてる率は非常に高いです。あと目の前ね、今白菜なのかな、これ。やっぱりね、今時期は、ちょっと虫に弱いせいかね、虫食いの跡があります。あと余談ですけど、うちの地域なんかはね、皆さんご存知かな、からし高菜って乳酸発酵させた高菜の漬物が、レギュラーなんですよね。ラーメン屋にあって当たり前だし。で、そういう高菜をね、今から植えてる人たちも結構いるんでね。またね、高菜のね、苗がね、何なのかがわからないんですよ。みんな似たような感じでね、油中だからね。で、またね、いろいろ、うちも巻きますんで、その時はご紹介したいと思います。こうやってね、いろいろ植えられておりますけど。まあ、やっぱそうですね。あと、水もね、不眠符の上からこうやってやられてるんでね、分散させられて便利なんでしょうね。葉物野菜はね、ちょっとしたことでやっぱりね、傷んだり枯れちゃったりするんで、弱いっちゃ弱いんでね。やっぱり、こういう対策、大きくなるまでは必要でしょう。しかしね、ここまではね、なかなかね、する気が起きないっていうのもありますね。ここまではね、不眠符までは張らんのですよね、私もね。あと、この方はね、今ね、再度ここにね、ネギを植えて、真ん中に多分葉物を今巻いてるんでしょうね。ネギを植えることでね、虫よけ、にやっぱなりますからね、こういう部分も考えられて作られてるんだと思います。
あとねちょっと見えにくいですけど、小宝菜、これも見たことがない、菜っぱですね。小宝菜っていうのもちょっと今度調べてみましょう。植えられて、見ます。小宝菜が 1,2,3,4,5,6,7,8 株ぐらい見てるかな。うん、あとあれですね、こうやって見て回ると思うんですけど、葉物野菜も高畝にした方が生育がいいのかな。うちもちょっと真似してみようかと思うんですけどね。うん、今がね、公開の撮影自体が、何を植えてるのか、うちもそろそろね、植えなきゃいけないんで、参考にと思って撮影しておりますが、また11月と、10月半ばぐらいにはね、もう劇的変化とまでは言わんのですけど、見た目のね、全く違ったね、状況の際になるので、まあ、ちょっと分けて撮影したいんでね、今、撮っております。うん、まあでもこうやって見るとうちももう種まかんとやばいですな。うん、完全に乗り遅れております。はい、以上ね、今状況的には、こんな感じです。皆さんの畑もね、稼働率、市民農園で言っても2割ぐらいか、うん、そんなもんですね。皆さんのところはいかがでしょうか。うちはこんなん作ってるよ、もう、収穫始まってるよということがあればですね、コメントの中に入れていただけると、嬉しいです。はい、以上シューターネルからでした。どうもどうもどうも。